こんにちは、三兄弟二郎です。今回は福井県三方上中郡若狭町にある丸山塚古墳に行きます。チャンネル登録お願いいたします。天徳寺地跡の北側左岸堤防の近くにあって計約50メートルの大型円墳でしたが、昭和28年の大水害の際復旧用土として利用され、今ではその面影もなく丸山古墳跡として存在しています。この古墳は盗掘墳として長らく放置されていましたが、掘削出土したところ盗掘墳にも関わる思われ、また赤色顔料が施されていないことは葺石埴輪の施設が全く認められないことと合わせて他の古墳と若干異なるものと言えます。2つには剥砕された蛾門対神獣橋と馬骨片です。鏡は奥壁の中央から何か布か石物で包まれた状態で出土していました。白菜橋のいわゆる電線橋として特別に奥壁の中央近くに置かれていたものと推測されています。関東立ち末期とともに馬骨が出土したことは大化の白僧令に馬質の純装を禁じていますが、それ以前は朝鮮に出兵して武勲を立てた首長が死亡した時、墳墓に藍葉の純装強権を行ったと言われていますが、このことは古墳調査上貴重な資料と言えます。3つには総流型山陽型2種の関東豪華な魚用の馬具類、若狭では初めて出土したと思われる慶光など朝鮮との交流関係など興味深いものがあります。4つには残片ながら末期特に二重底からなる破層が出土したことは見逃すことのできないところでしょう。丸山塚古墳の築造年代は古墳後期のものと推定されていますが、従来と趣を異にした築成の裏には当時のこの地域社会に何らかの変化があったものと推測され、興味津々たるものがあります。三兄弟二郎が福井県三方上中郡若狭町にある丸山塚古墳を紹介しました。チャンネル登録お願いいたします。ではまた。